はい、じゃあ水詰め終わったんで、今度水菜の種の種まきをしていきます。まず種を用意します。種はちょっと今扇風機が邪魔くせえけど、ここを押してもらうと余冷庫あるんで、余冷庫の中に種保管してあります。種はね、あったかいところで保管すると品質が悪くなっちゃうんで、冷蔵庫で保管するようになる。まず種は用意したね。じゃあ次に敷き詰めた育苗箱、これに種が落ちる穴を開けていきます。この押し板を使ってこうやって押してってやると種が落ちる穴が均一に開くんですね。これを10枚繰り返します。で、押し板で開けるときは必ずこれ左上の穴のところの中心にこの突起が来るようにする。次に左上決めたら右上が中心に来るようにする。そうすると全体が中心に合わさるんで、左上右上って合わせて押し込む。左上右上、この2箇所だけ中心が取れてれば他のところも同じようにこの鉢穴の中心に種の落ちる穴が落ちるようになります、ね、でこの板で押し付けるときは必ず全体こうまんべんなく押すようにして、これも穴の深さが一定になってた方が発芽や生育が揃います。で次にこれ真空鉢、種をまく機械ですね。でまずね、やってもらいたいのはこの使う前にこの鉢盤のほこりとか湿気をまずタオルで拭いといてもらいたい。乾いたタオルでね、特に今日みたいな雨の日だと湿気がついて種がここに付着しちゃうんで。で次にさっき持ち出した水菜の種、これをここの鉢板の下のところ、ここ種だまりがあるんで、種だまりにこんな感じに広げて種だまりに種を落とします。まだしで、この鉢なんだけど3点でなんか固定されてるのね。1点目がここ、これが1点目、2点目ここ、まあ、左右で1箇所ずつ、で最後ここ中央のところにこうボールがあって、でこの裏方のボールがはまるところあるよね。これがここにはまるようになってます。この3点でちゃんと保持してないと、この板がガラガランって落っこっちゃったりして種ばらまくことになるんで、必ずここを取り扱い注意ですね。でこのホース、これ掃除機からずっとつながってます。これをこの端板のところに取って、そしたら1枚ずつ取って、ここに板があるよね。ここに左の側面と下の側面がきちっと合うようにセット。そうするとここの端板の穴の位置とこっちの育苗箱の穴の位置が揃うようになります。これがずれてると穴にずれて落っこっちゃうんで、種がね。だから必ずこう左と下を合わせるようにね。で合わせました。そしたらスイッチを入れます。真ん中のボタンを押して2回押して吸い込みの強さを中にします。
次にここのレバー、ここのレバーで吸い込みがこっちから吸うかこっちから吸うか切り替えになって、で種が来るときはまずこっち側から吸い込むようにレバーをセットして、で今度こうね、こう左手でしっかり支えながら右手で軽く振動を与えつつ、種だまりの中の種をこう板に開いている穴に一つずつセットしていきます。これ掃除機で吸い上げて真空を作ってる、吸い付けてるんですね。でこの状態になったらこの2点をしっかり維持したままゆっくり倒します。ゆっくり倒してここに置きます。こう置く時もドンって置いちゃうと種がこぼれちゃうんで優しく置くように。置けたら今度このレバーで吸い込みを切り替えて、切り替えたらこう叩いて、こうするとさっき吸い付いてた種がこっち側に落っこちてるのね。これ種の色がね茶色いから分かりにくいけど、全部穴一箇所に一つずつ種が落ちてます。はい、一個だけ落ちてますね。で種が落ちました、落ちましたら今度これをゆっくりあっちゃこっちゃぶつけないように丁寧にこちらにこう置きます。これを10回繰り返します。いきますね。
あるんで、穴にピタッとはまっちゃうやつ。こういうのは裏側叩いて落としてと全部の穴に吸い付きやすくなります。ちょっと待ってね、ちょっとこう吸い付いてないってこと。種も深淵じゃないんでね、これ木種なんで吸い付きにくかったりするのもある。負けたら止めます。止めてもう10枚を今度またこっちに運搬車に運びます。あとはこれ同じ作業を4回繰り返すと OK です。はい、でもう一つ注意点がね、種だまりに溜める種の量なんですけど、これ種は多すぎちゃうと種だまりからこぼれてきちゃう。で少なすぎるとこう種を動かして吸い付けるときに時間がかかっちゃうってことがあるんで、まあ適量種を入れとくようにしてください。じゃあとりあえず1回以上ですね。